顔も洗ってませんし寝起きですが、私の朝ごはんを紹介します。っていうか今日食べた、一日に食べた、口にしたもの全部取りますね。なっちゃん、はい、いちごいらない？はい、どうぞ。で、カメラ入ってうん、ちょっと前髪切るんだよね。はい、で、今日のご飯、朝ごはんはじゃじゃん。あ、落ちないね。今日はね、ちゃんと食べる日みたいで、いつもはスープだけとか、お味噌汁、前の日のそのお味噌汁だけとか、あとはさっき紹介してたヘーゼルナッツラテ、これ1杯を飲むとかなんですけど、今日は昨日コストコに行って、このね、私ハイローラ大好きなんですよ。みんなでエアビーとか泊まる時に買ってみんなで食べるんですけど、今日2人であの量を食べきるという、でもそれぐらい食べれるぐらい好きなので、今日は朝ごはんはハイローラ、とコストコのいちごです。コストコのいちごは当たり外れあるけど、割といつも美味しい気がします。いただきます。テレビの音入ってるかな。息子の朝ごはんは旦那が担当するんですよ。てか朝ごはんは、てかもう朝自体旦那が担当するようにしてて、なので私は割とゆっくり朝を過ごしています。で一緒にご飯食べると全然食べれないので、ゆっくりあえて時間をずらすっていう。でフルーツとかバナナとかイチゴとかをね、私が食べてる時にとかに食べたいってなる時、私がこう食べてる時になんかやっぱ食べたい、欲しいってなるから、そういう時にいちごとかバナナ、バナナが一番コスパいいからバナナかなをあげてます。乗らない、そこ目。いや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 、今日は昨日のコストコのアヒージョに使うシーフードで、トマトパスタを、トマトパスタ、名前何パスタ、吉岡特製、出て全部やる、全部その名前の料理名です。いただきます。私がガッちゃんをお風呂に入れてる間に作ってくれました。キラキラキラー。バケットも買ってきてくれた。さあ食べちゃおう。おいしい。朝ごはんから何も食べてない。お昼ご飯を食べるの忘れてたいただきまーす。お風呂入ったから、今日一日朝とさ夜とったけど、どっちもすっぴんや。せっかく化粧したのに。いただきます。さあパスタは硬さはいけてるのでしょうか。なんで言った今、コストコのタコシュー。もう硬いからめんどくさい。うわ、そうでやってたアヒージョ、のシーフードアヒージョ買うと余るやん。パーティーやったらいいけどさ、なんかシーフードのパスタにできるって、だからおすすめって。ニンニクさ、みじん切りにしてほしい。なんか罪悪感なく食べれるやん。いや、わかる？ね、こんなにこれやとさ、あ、やめとこうって思っちゃうやん。みじん切りやったらなんか食べてる感ないから。そうないし、気づかへんやん。余計のもめんどくさいし。OK。鍋の上にガッチャン。レンズ触ってきた。しかも油ぎっしのお手手で。やめて。性格悪い。悪い顔して。イエイ。じゃん。イエイ。はい。ご飯を食べ終わって、先に今日お風呂入ったので、まあ。寝かしつけをしてくれて10時くらいかな、片付けも終わってから編集してて、今12時7分なんですけど、ちょっともう疲れてきたので、私の息子ね、3歳の子と同じ体重なんですよ。1歳半なのにもう肩がさ、ほら聞こえた今の、もうやばくて、パソコンするのもしんどいぐらいバッキバキで、ちょっと整体に行きたいな。毎日すごいストレッチは10年にしてるんですけど効かなくて、これはレイバンのブルーカットメガネです。パソコン触るときとか YouTube 見るときとかは、私目すごい悪いから、もうこれ以上悪くなりたくなくて、極限まで目が悪くならないように。で今日はね、お昼ご飯を食べなかったんですけど、口に入れたものを紹介する企画なので、2杯目の本日2杯目のヘーゼルナッツラテ、なんかマットすぎて、あ、これはゆうきくんのやつなんですよ。あ、牛乳大好き。でもあんまりなんか女の人って乳製品取りすぎるの良くないらしくて、買ってるんですけど、牛乳だけはやめれなくて、グルテンはやめれそうだけど牛乳だけは本当にやめれない。だから1日1杯2杯は飲むかなって。なんかカフェに行く予定がある日とか、出かける予定がある日とかは朝ラテを飲まないとか夜かするけど、まあ最低でも2杯は飲んじゃう。で、私の今から夜食というかご褒美なんですけど、じゃじゃーん。今日ね、一昨日ぐらいバレンタインだったんですよ。私あげてないんですけど、作ってないし忘れてたから、旦那がいつもありがとうって感じで逆チョコしてくれて、これ超美味しかった。1個食べちゃったんだよ。これなんていうところなんだろう。兵庫県の宝塚にあるお店らしくて、全国発送を承りますって書いてるから、もう今食べよう。ずっとさ、アヒージョ残ってるから食べようって言ってたのに全然起きてこないから、もう一人で食ってやるよ。はい、もちら、いちごも食べちゃう。バレンタインこっちももらったの。最近は息子が寝てから朝5時とか4時までね、なんか作業したりしてるの。唯一の一人時間じゃん一人時間やん、生活狂ってて。いただきます。今日はもう明日お出かけするから、寝る、食べたらグッナイ。今日の朝ごはんもヘーゼルナッツラテです。はい。久しぶりやろ、生ハムユッケ。うん、味噌汁はガッちゃんが好きなので、具だくさんの味噌汁、ガッちゃん用の、ガッちゃんが好きな具とドレッシング、これがおすすめ。カルディのトリュフドレッシング&ソース、それが一番うまいな。うん、サラダ好きじゃなくても進む。黒豆。ちょっと散髪されたガッちゃんです。散髪したてです。いただきます。まずはスープからです。あったかいものから取ったよかった、具だけこぼれてなかった。ガッちゃん汁大好きやんな。くんでこい。くんでこい。お風呂から上がりました。ちょっと時間が経ってるんですけど、シチュアスを食べます。プレーンのヨーグルトだと私いちごジャムとか入れたくなるんですけど、シチュアスだと美味しいからこのまま食べれるのと、サイズ感がちょうどいいので、朝とかね、寝る前とかに息子が食べるんですよ。大好きなので買ってて、コープさんで。赤シチュアスでもね、毎週載ってないから近くのスーパーには売ってるんですけど。で、お風呂今日揚げ物したので、お部屋が臭くて油の匂いで換気したままお風呂に入って、窓全開で入っちゃって、そのままだったから出てきた時も10度ぐらいで部屋が、今日雪やって寒くてさ、推しの DVD を見ながら、今日届いたんですよ、推しの DVD。 あれ間違えた。いただきます。前は辛ラーメン毎日食べてたんですけど、毎日のようにちょっと良くないなって思って、最近は週に1回ぐらいかな。おばちゃんこっちだ。今日はおうち焼肉、木之助様のおうち焼肉です。あ、ちょっと音でかいな。音でかい。なっちゃんが推し活してる。はーい。ゆうきくんはバーベキュー大好き芸人なので、芸人じゃんわ。なので張り切ってキッチンに率先して今日は立ってくれました。結構いつも率先してる。お願いします。味噌とタレと。あ、そんなんあるんや。ほんまや。お願いします。はい。かちゃん推し活しに行こう。かちゃん、おうち焼肉初めてじゃん。かちゃん初めて。いただきます。いただきます。これハラミ？なんか。いただきます。どっち？おいしい？うん、うまい。私の好物。誰かにジンジャーエールを飲まれました。わかる人はわかる、ジンジャーエール事件。さっきも大爆笑。さっきも聞いてんの？なんで知ってんねん。言った。もうなんか話す途中でオチ分かって笑い始めとった。何やかんや。豪華や。だって高かったもん。黄金の輝き。ありがとう。寝るくせによう言うわ。知る人ぞ知るゆうきくんの掛け尺事件。ゆうきくん知ってないね。乾杯。レバーできたし、ミノもできた。来た来た来た。私焼肉屋さん行っても食べない。これしか食べへんな。ミノとタンとレバーやな。レバーしか食べへんな。冷麺食べていい？うん、いいよ。あ、うまい。レバーうまっ。おお、ハラミがヘルシーって今日知ったわ。めっちゃいいのよ。これ何？はい、味。タレです。タレ？うん。めっちゃ美味しいこれ。食べてない。匂いがね。なんてこれ味噌？タレじゃないで。表記多分。醤油か味噌かプレミアム。いただきます。低カロリー、低糖質、ハラミです。うん。熱っ。うまっ。だってどれがいい？もらいこれ。これがいい？あ、それ？いいよ。はい。バイバイ。バイバイ。